僕バキバキ童貞ですね。バキバキ童貞ですね。エロゲのヒロインクイズ。はい、お願いします。お願いします。グッピーさん、エロゲってやってますか？僕やってましたね。もうしばらくやってませんけど、パソコン持ってないんでね。今からですね、グッピーさんには二次元の女の子のキャラクターの画像を見ていただきます。はははは。そしてその子が、エロゲのヒロインなのか。それとも、エロではない一般作品のヒロインなのかを。何でもやりますね、本当にね。これでもね、わかります、多分。その、一回でもエロ漫画とかエロに触れた人間は、はい、女がいやらしくなる。一生お前らは少年漫画に戻るねっていう2ちゃんの煽りすれみたいな。そう、大丈夫です。僕2ちゃんの人に意見なんで、僕じゃないですけど。ああ、これエロゲじゃん、エロゲ。おう。もうエロゲだ。エロゲ。ちなみに、名前が、サワラビスズナさん。あ、エロゲ。エロゲ。サワラビスズナ。エロゲ。はい、エロゲ。はい、夏色レシピっていうね、エロゲ。はい。これもわかりやすいですよね。もう頬も好調してて、後ろがやっぱ背景がちょっと多分、はい、家なのかお屋敷なのかわかりませんけども、はいはいはい、なんかちょっとその、この後寝てエッチするとこなんじゃないかなって気しますね。背景が。うん。おー、これは？まあでも、よくある、はい。ゲームによくある絵というか。はい。へぇー。名前が、乃木坂はるかさん。乃木坂はるか？エロゲーです。エロゲーではありません。あ、ほんと。はい。ラノベ？はい、ラノベですね。乃木坂はるかの秘密の主人公。あ。もう結構わかりやすいやつなんだ。ラノベのイラストレーターはエロの人じゃないですか。イラストレーターは。エロゲのキャラデザもしてます。エロゲのキャラデザもしてる。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。やんなきゃいけないっすよね。かわいいねー。エロゲじゃなかったらいいな。なんかアイドルマスターとかだったらいいな。うん。うん、なんかこの子エロいの嫌だ。推し、俺の推し。だからエロゲじゃありません。エロゲヒロインです。おー、エロゲかよ。え、いや、めぐるさん、はい、サノバウィッチという作品ですね。その小さな体から想像できないの強い母性、そして甘える時は思いっきり甘えてくれる。あー、これやりたい、このゲーム。なんてキャラクターカードですよね。おそらくソウルと思いますね。エロゲーでキャラクターカード、あー、まあ、そういうこともしてくるってこと。そういうエロなキャラクターカードがする時だってエロくちょっと消すじゃん。が、絵師も違うことが多いし。ああ、はい。そういうこと？いいよ。やろう。受けるよと。はい。ああ、かわいい。これも色気じゃないと思いますけどね。こちらの、ここはシオンちゃん、ね。シオンちゃん。うん。これは一般だと思います。一般の。はい、正解、色気ではございません。じゃあ、ニューガンダムブレイカー。ね、うん、ガンダムの、ギャルゲー要素を担うヒロイン。へぇー、ガンダムのギャルゲー。もうオタクの詰め合わせじゃないか。そんなオタクの欲望の。そんなのがあるのかよ。こちらの女の子、これはもう一見ギャルゲー、エロゲーですよね。もうコビ、名前教えてください。深見ののかちゃんです。ののかちゃんね、ののかちゃんといえば元気な子ですけれども、でも意外に裏を見てエロゲーじゃないんじゃないかって気もしますね。なんかエッチなラノベぐらいな気もするな。もう一見 100% でエロゲーだと思った。正直、コビで。コビっていうのはどの辺が、どこにコビてますか？まあ目の、まあ上目遣い、目の潤み。はい。そう、まあ男が好きそうな顔だなっていう、まあそのしこるためだけの。うんうんうん、で花が点1個っていうのはもう分かりやすいんですが。はい、ああ、花の穴を2つ開かない。うん。ね、前も言ってましたね。非常にエロゲー臭いんですよね。うん。体も太もものその感じというか、うん、もうそうじゃん。そうですね、だいぶ手つきもね、手を置いているところと。置いてるところもそうだけど、さすがにこれはエロゲーじゃない。さすがに。エロゲーです。あ、それじゃエロゲなんだ。わかりやすくやられた。作品が、通信簿、ママにも内緒の時間割。うわぁ。クッピーさんがだいぶ出題者のレベルを超えてます。すごいですね。今乗ってた。当てた上で裏を。
名前が、ディアボロス。モンハンとかの、ね、二次エロな気しちゃうけど、擬人化のね、アニメとかで動かせないと思うんですよ。はい。おそらくエロゲーって、一枚絵を少し顔の差分で描いたりするんですけど。はぁ、なるほど。髪がこんだけ多いってことは、顔しか描えないから。はい、そうか、髪がなびくようなアニメーションが難しい。難しいはず。だからエロゲーって。エロゲーって。はい。はい、こちら、ディアボロス。はい。エロゲーです。おなみのよ。おなみの、はい、まあ、本来、ソシャゲなんですけども、はは、はい、有料で、エロアニ版、エロアニ版も同時にリリースされている。あ、そうなんです。はい、有料で、ないけども、あ、そうね、OK です。いや、でもそうだと思いました。こんなに髪の毛あるってことは。そうですね、ソシャゲエロゲのイラストの描き方ですね。そうですね、うん。ワクツともちゃん。あー、まあ、エロゲっぽいけどなー。まあ、コビではないんですけど、はい、キャラデザー目の大きさが、キー作品のね、キーじゃないにしてもその流れな気が、そのブームの作品な気がするんですよね。エロゲーだと思いますけどね。多分、幼馴染みのキャラだと思うんですよね。はい、生徒会長みたいな。で、主人公の方があんまり、ちょっと怠け者みたいな。それで学校に一緒に行こうとしたりとか、そういうのやってくれるおせっかい焼きの、でも、実際はものすごくエッチなことが好きな人だと思います。広げ広げ。広げ方。こちら。はい。エロゲです。はい、どうぞ。ルイは友を呼ぶという作品の、はい、トモちゃん。オルラ。はい。こちらの、トモちゃん。男の子です。って言われてみればね、はい、確かに男の子でもおかしくない。主人公ですね、どっちかというと。うわー、そうか、なるほど。はー、主人公か。だからだ。だから、コビがないんだ。エロゲーの描き方なのにコビがないと思ったら、その主人公の影の薄さもあるんだ。そうですね、主人公あんまり主張しないですよね。そうですね、わかりました。いや、よかったです。これまたちょっとやらせてくださいよ。エロゲの。ということで、エロゲのヒロインクイズでした。あっしゃー。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。